ペテロの名に由来を持つ都市や建物は多い。帝政ロシアの首都だったサンクトペテルブルクやバチカンにあるサンピエトロ大聖堂などは有名だ。どちらもペテロの名を冠しているのか。サンピエトロ大聖堂はご存知ローマカトリック教の本部がある建物だ。かつてこの建物の改築費用を賄うために、ローマ教皇レオ10世は職友状を発行した。その結果ルターによる宗教改革が起きたんだったね。ローマカトリック教会では、ペテロを初代ローマ教皇としている。そうなのかい、ペテロは初代ローマ教皇なのかい。そのあたりも含め、今回はイエスの一番弟子であるペテロについて見ていこう。見ていこう。ペテロに関する資料は、基本的には新約聖書しかない。新約聖書は基本的に福音書と訳されるエヴァンゲリオンと使徒の二部構成となっているのだが、ペテロに関する記述は、4つのエヴァンゲリオンにおいて少々異なる。詳しくは、新約聖書の誕生、を見てね。今回はせっかくなので4つのエヴァンゲリオンにおけるペテロをそれぞれ見ていこう。まずはマタイの福音書からだ。マタイの福音書において、荒野の誘惑後にイエスがガリラヤ湖のほとりを歩いていた時、二人の兄弟に出会った。二人？ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレだ。ペテロと呼ばれるシモンってどういうことだい？彼らは漁師だったので、湖で網を売っていた。私についてきなさい、君たちを人間を取る漁師にしてあげよう。イエスがそう言うので、彼らはすぐに網を捨てて従った。人間を取る漁師ってなんだ？イエスはその後ペテロの家に行き、熱病に苦しむペテロの姑の手を触った。するとペテロの姑の熱は引いたという。姑というのは配偶者のお母さんのことだね。このことからペテロが結婚していたのだということがわかる。その後、イエスが水の上を歩いた際、イエスがペテロに来なさい、と言うと、ペテロは水の上を歩くことができるようになった。ちょっと何言ってるかわかんない。だがペテロは風が吹くと怖くなり、沈みそうになったので助けを求めた。信仰の薄いものだな、なぜ疑うのか。イエスは手を伸ばしてペテロを掴んでいった。信じる者は救われるが信じない者は救われない、ということかな。マタイの福音書において、ペテロはイエスの質問に答えたり、またイエスに質問をしたりし、12人の弟子の筆頭的存在であった。一番弟子というわけだね。ただ、マタイの福音書において、イエスがペテロに向かって次のように言う場面がある。下がれ、サタン、お前は私の邪魔をするものだ。お前は神のことを思わないで、人のことを思っている。サタンって悪魔のことだよね。その後、イエスはペテロとヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登っていった。すると預言者であるモーセとエリアが現れて、イエスと話し始めた。ペテロは大喜びし、三つの幕屋を作ると言い出す。その後一行は山を降り、イエスは弟子たちに今見た幻を誰にも話してはならないと言明した。幻。こんな感じでペテロは常にイエスのそばにいたのだった。やがてイエスは捕まり、イエスは大祭司のところへ連れて行かれた。ペテロはそれを役人たちと共に見ていた。助けないのかい？ペテロの元に女性が近づいてきて言った。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたよね。ペテロは言った。何を言っているかわからない。死が殺されそうになっているのに知らないふりをしたのか。実はこの少し前、イエスはペテロに向かって言っていた。今夜鶏が鳴く前に、君は三度私を知らないと言うだろう。それに答える形でペテロは言う。たとえご一緒に死ななければならないにしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。結果を知っていると不利にしか聞こえない。女性に声をかけられたペテロは、その場から去ろうとした。しかし他の女性がペテロを見て、人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。ガリラヤ人なのかナザレ人なのか。ペテロは、そんな人は知らない、と言って女性の言葉をきっぱりと否定した。だが他にもペテロの顔を覚えている者がいた。確かにあんたはあの仲間だ、言葉の訛りではっきりとわかる。そんな人は知らない。ペテロがそう言うと鶏が鳴いた。結局3回も否認したのか。ペテロはイエスの言葉を思い出し、激しく泣いた。マタイの福音書には、以降ペテロは出てこない。
ペテロはイエスを知らないと言って終わったのか。次にマルコの福音書におけるペテロを見てみよう。マルコの福音書においても、イエスがガリラヤ湖のほとりで兄弟に出会っている点は変わらない。ただし名前はシモンであった。ペテロじゃないのかい？シモンとアンデレは漁師だったので、イエスと出会った時には網を売っていた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。イエスがそう言ったので、シモンとアンデレは網を捨ててイエスについて行った。このあたりはマタイの福音書と同じだね。シモンの姑が熱病にかかり、イエスが手を取ると熱が引いた点も同じだ。マタイとマルコの福音書において少し違う点は、イエスが12の弟子を任命する際、シモンにペテロという名を付けた点だ。マタイの福音書では初めからペテロと呼ばれていたんだったね。マルコの福音書ではイエスがペテロという名を付けたことになっている。マタイとマルコの福音書におけるペテロは多くの点で似通っており、イエスがペテロに向かって、下がれサタン、と言ったことも共通だ。よくわからないけど、サタンがペテロに乗り移っていたのかい？イエスが処刑される前に、鶏が二度鳴く前にペテロが三度イエスを知らないという点もほぼ同じだ。そしてペテロはそれを否定するのだが、結局三度イエスと一緒にいたことを否定する点もほぼ同じ流れになっている。キリスト教徒は、ペテロが何度もイエスとのつながりを否定する場面を読むわけだね。新約聖書を読んだ者はな。続いてルカの福音書におけるペテロについて見ていこう。マルコの福音書でもペテロはイエスとの関係を否定して終わるのか。ルカの福音書におけるイエスとペテロの出会いは、マタイ、マルコ用福音書とは少し異なる。イエスがゲネサレ湖の岸辺に立っていた時、イエスは2艘の小舟を見つけた。ゲネサレ湖？どうもガリラヤ湖の別名らしい。その船から漁師たちが降りて網を洗っていた。イエスはその中の一つ、シモンの船に乗り、少し漕ぎ出すよう頼んだ。ルカの福音書でもシモンなんだね。イエスはシモンに対し、深みに漕ぎ出して網を下ろし、魚を取るように言った。シモンは夜通し漁をしたが取れなかったと言い、網を下ろしてみるとたくさんの魚がかかり、網が破れそうなほどとなった。マタイ、マルコの両福音書とはだいぶ違うね。シモンペテロはイエスの足元にひれ伏し、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。シモンペテロ？そのように書いてあるのだ。ナオルカの福音書においてもイエスがシモンの姑を尋ねる場面がある。イエスがシモンの姑の枕元に来て、熱を叱ると熱が引いたという話だ。これまでの福音書と概ね同じだね。ただ、内容は同じなのだが、この場面はルカの福音書においてはイエスがシモンことペテロに会う前となっている。つまりルカの福音書では、シモンに会う前にシモンの姑に会っていると？両方のシモンが同一人物ならそういうことになるな。この違いは一体何から生まれているんだろう？怖がらなくてもよい。君はこれから人間を取るようになるのだから。イエスがそう言うとシモンらは全てを捨ててイエスに従った。人間を取るってどういうことなんだろう？ルカの福音書ではシモンペテロという呼び名が混在するのだが、ペテロという名をいただいたシモン、という記述が出てくる。ペテロという名前はイエスが付けたってことかな？以降呼び名はペテロとなり、これまでの福音書のように、ペテロは常にイエスのそばにはべり、質問したり質問に答えたりした。そして処刑される直前になると、イエスはペテロに対し、鶏が鳴くまで三度自分を知らないと言うと宣告した。新約聖書を読んでいる側からすると、ペテロ三度目の三度の否認だね。そして実際にペテロはイエスのことを知らないと三度否認した。そしてやっぱりイエスの言葉を思い出して激しく泣いた。これでルカの福音書におけるペテロの出番は終わりかい？いや、もう少しだけある。イエス復活後、女性たちはイエスの復活についてイエスの弟子に報告した。イエスの弟子たちは女性たちの言葉を信じなかったが、ペテロは立ち上がってイエスの墓に行った。そして墓を覗き込んだところ、雨布だけがあったので、驚いて家に帰った。これにてルカの福音書におけるペテロの出番は終わりだ。多少の違いはあってもこれまでの福音書と概ね同じだね。続いてヨハネの福音書におけるペテロを見てみよう。ヨハネの福音書では、
シモン・ペテロはアンデレと共にバプテスマのヨハネに指示していた。バプテスマのヨハネとはイエスに洗礼を施した人物だね。ヨハネがイエスを見て、見よ、神の子羊、というので、二人はイエスについていくことになる。これまでの福音書とまるで違うね。ルカの福音書では、先にイエスに会ったのはアンデレの方だったようで、アンデレはシモンに対して、私たちはメシアに会った、と報告した。メシアの古代ギリシア語訳がキリストなんだったね。古代ギリシア語風に発音すると、クリストス、になるらしいな。アンデレはシモンをイエスの元に連れて行くと、イエスはシモンに、ケパ、という名をつけた。ケパとはアラム語で、岩、という意味があるんだったね。ここでペテロの呼び方について触れておこう。ペテロの呼び方は言語によって大きく異なり、アラム語では、ケパ、と呼ばれ、古代ギリシア語では、ペトロス、と呼ばれる。じゃあ、ペテロ、というのは何語なんだい？古代ローマの言葉であるラテン語に近い発音で、日本語表記と言っても良いかもしれない。2023年現在、世界史の教科書では、ペテロ、もしくは、ペトロ、となっているな。外国語の表記は難しいよね。ちなみに英語では、ピーター、フランス語では、ピエール、イタリア語では、ピエトロ、ドイツ語では、ペーター、ロシア語では、ピョートル、とそれぞれ発音する。なのでサンクトペテルブルクはペテロの名前とピョートル大帝の名前の両方に由来を持つわけだ。詳しくは、ピョートル大帝、を見てね。ヨハネの福音書に話を戻すと、ペテロと表記される場合もあれば、シモン・ペテロと表記される場合もある。また、これまでの福音書との大きな違いとして、イエスが連れ去られる際、シモン・ペテロはマルコスという名の大司祭のしもべに剣で切りかかり、その耳を切り落としている。傷害事件じゃないか。イエスはペテロに剣を鞘に収めるように命じ、イエスは捕らえられたのである。なおヨハネの福音書においても、イエスはペテロが鶏が鳴く前に三度イエスを知らないと言うだろうと予言した。そして案の定イエスの弟子であるか尋ねられ、ペテロはそれを否定したのだった。そこだけは各福音書に違いがないんだね。エヴァンゲリオンにおけるペテロの一番の見せ場だと言えるな。見せ場なのか。ただ他の福音書ではペテロは大泣きしているのに、ヨハネの福音書では特にそのようなことはない。そして他の福音書では3度の否認にてペテロの出番はほとんど終わるのに対し、ヨハネの福音書ではこの先も出番が割とある。ほう、どんな出番かね。マグダラのマリアがイエスの墓に行くと、墓から石が取り除けてあるのを見て、シモン・ペテロにそれを知らせた。マグダラのマリアが気になる。それを聞いたペテロは墓に向かい、雨布と、イエスが頭に巻いていた布が離れたところにあるのを見た。雨布はルカの福音書にも出てきたね。イエスの遺体を包んだ布で、聖外布、と呼ばれることもあるな。いわゆる聖物の一つだね。ヨハネの福音書において、復活したイエスは再び弟子たちの前に姿を現している。それはシモン・ペテロが漁に出た時であった。ヨハネの福音書でもやっぱりペテロは漁師なのかい？ペテロは結局魚が取れなかったのだが、夜が明けた時イエスが現れた。だがペテロたちにはそれがイエスだとわからなかったそうだ。なぜだい？なぜわからないんだい？イエスが船の右側に網を下ろすように言い、ペテロたちがその通りにすると、おびただしい数の魚が網にかかり、網を引き上げることができないほどであった。ルカの福音書におけるペテロとイエスの出会いの場面に似ているね。その後イエスはペテロに自分が誰であるか告げた。その時シモン・ペテロは裸だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。ちょっとよくわかんない。イエスが魚を何匹か持ってきなさいというので、シモン・ペテロは船に上がり、網を陸地に引き上げた。するとそれは153匹の大きな魚でいっぱいだった。数えたのか？その後ペテロはイエスや他の弟子たちと朝食をとり、食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに対して、君はこの人たち以上に私を愛するか？と尋ねた。ペテロがもちろんだと言うと、イエスはペテロに対し、私の子羊を飼いなさい、と言った。子羊命名。その後イエスは三度自分を愛しているかペテロに問い、ペテロはそれはあなたがよくご存知のことだと答えた。イエスは再び私の子羊を飼いなさいと言い、
君は自分の手を伸ばし、他の人が君に帯をさせて、君の行きたくないところに連れて行くと言った。どういう意味だい？ヨハネの福音書では、その後もイエスとペテロのやりとりが続く。他の福音書に比べて、ヨハネの福音書ではペテロの出番が随分多いねー。ちなみにヨハネの福音書は、次のような言葉で終わる。イエスが行ったことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すとするならば、世界も、書かれた書物を入れることができまい、と私は思う。つまり余白が足りないわけだね。以上がエヴァンゲリオンにおけるペテロだ。ここから先は、使徒、におけるペテロとなる。新約聖書は福音書と使徒の二部構成だったね。福音書の主役はイエスだったが、使徒の主役はペテロとパウロだと言える。使徒行伝において、ペテロは生まれつき足が悪かったものを歩かせるようにしている。いつの間にそんな力を。使徒行伝におけるペテロには聖霊が満ちていたらしい。聖霊？ここで水の洗礼と聖霊の洗礼について触れておこう。キリスト教では、回収者は水の洗礼を受ける。これは川や湖があればそこで行い、なければ洗礼用の浴槽などで行う。洗礼専用の浴槽があるんだね。キリスト教においては、バプテスマのヨハネが行っていた洗礼が水の洗礼とされる。使徒行伝において、ペテロは次のような言葉を述べている。イエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。バプテスマを日本語に訳したのが洗礼だね。ペテロの言葉を受け入れた者はバプテスマを受け、この日3000人が弟子になったと使徒行伝は述べる。一気に増えたんだね。初期キリスト教の信徒拡大に関しては、ペテロによる功績が大きいようだ。だがペテロはいささか目立ちすぎたようで、弟子が5000人に達した頃に捕らえられてしまう。ものすごい勢いで信徒を獲得していったんだね。ペテロがいなければキリスト教はなかったかもな。かつてイエスとの関係を否定したペテロだが、使徒行伝においては堂々とした態度でユダヤの祭司たちに反論した。昔の俺だと思うなよ。この方以外には、誰によっても救いはありません。ペテロはユダヤの祭司にそう言い放った。ユダヤの祭司たちはペテロに対して、イエスの名によって語ってはならないと命じたが、ペテロはヨハネと共にそれを断った。福音書の時とはまるで別人のようだ。ユダヤの祭司は二人を脅した上で釈放した。イエスのことは処刑したのに？ペテロは病気の人々を治療して回り、信徒の数を爆発的に増やしていった。そして再びペテロは他の者たちと共に捕らえられてしまう。また捕らえられてしまった。ところが今度は、主の使い、が牢の戸を開き、彼らを連れ出した。主の使い？行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。ペテロはその言葉の通り夜明けに宮に入り、教え始めたのだった。一方大祭司と仲間たちは、議会とイスラエル人の長老を招集し、ペテロたちを引き出して来させるために牢に人をやった。長老会議というやつだね。するとペテロたちが牢にいないばかりか、宮の中で教えていたのである。宮の守衛長はペテロたちを連れてきた。結局また捕まっている。大司祭たちはペテロたちに対し、イエスの名によって語ってはならないと言ったではないかと言った。人に従うより神に従うべきです。ペテロはそう答えた。福音書の時とはまるで別人だ。これを聞いた者たちは激怒し、ペテロを殺そうとした。しかしパリサイ派の有力者であるガマリエルという人物がそれを制止する。結局祭司たちはガマリエルの言葉に従い、ペテロたちを鞭打ちにして釈放した。ガマリエルがいなければ、キリスト教は成立しなかったかもしれないんだね。長老議会は再びイエスの名によって語ることを禁じたが、ペテロは構わず続けた。そしてペテロの弟子の数はますます増え、その中でも対立が起こるようになる。古代ギリシア語を使う者とヘブライ語を使う者。前者が新約聖書を書いたんだよね。初期キリスト教において、異邦人に対しても信仰を広めるかどうかは非常に大きな問題であった。異邦人というのはユダヤ人以外という意味だね。この点においてペテロとパウロは対立したようだ。新約聖書を構成する27文書の一角であるガラテア人への手紙において、
パウロは違法人回収に関して、ペテロに苦言を呈している。ペテロってイエスの一番弟子だよね。ペテロはもともと違法人と共に食事をしていたという。だが割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から離れていった。イエスの一番弟子が恐れる割礼派とは一体？割礼はユダヤ人である証だ。ペテロはキリストの教えをユダヤ人のみに限定すべきだという意見に配慮していた。だがパウロは人々の前でそのようなペテロを非難した。パウロは信仰をユダヤ人以外にも広めるべしという考えだったんだね。ペテロも最終的にはパウロに賛同した。カエサリアにコルネリオというローマのケンプリオがいたのだが、ペテロはイエスキリストの名においてバプテスマを受けるように彼らに命じたのだ。ケンプリオというのはローマの百人隊の隊長のことだろう？どの国の人であっても、神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられる。ペテロはそう宣言したのだった。キリスト教がユダヤ人以外にも広まるようになったわけだ。なお使徒行伝においては、ペテロはこの直前に夢を見ている。神が清めたものを、清くないと言ってはならない。ペテロが夢でその言葉を聞いた直後、コルネリオからの使いが来たのである。使徒行伝によればその後コルネリオたちに聖霊が降りたのだという。初期の段階でローマ人の中にも信徒がいたんだね。やがてローマの国境になるほどの勢力になるからな。さて、ペテロのこのような行動に対し、割礼派は反発した。お前は割礼のない者どものところに行って、奴らと一緒に食事をした。ユダヤ教には先民意識があるもんね。ペテロはことと次第を説明し、割礼派の面々も神が言うことならと納得した。その後、ペテロはヘロデ王によって捕らえられた。ヘロデ？ヘロデアグリッパのことだと思われる。ヘロデは十二使徒の一人であるヤコブを刺し殺してしまっていた。ペテロもかなり危ういね。ペテロは日本の鎖に繋がれていたが、使徒行伝によれば、主の御使いが現れて、ペテロを救っている。そしてその際に、帯を締めて靴を履きなさい、とペテロに命じた。あれ、帯ってワードはどこかで聞いたような。使徒行伝の作者はルカの福音書の作者と同じであると言われており、総称してルカ文書とも呼ばれている。そしてヨハネの福音書はルカ文書よりも後で成立したと見られている。帯はヨハネの福音書に出てきたワードだったね。朝になると騒ぎになり、ヘロデは万兵たちを処刑した。かわいそうな万兵たち。その後、主の使いがヘロデを撃った。そしてヘロデは虫に噛まれて死んだという。死んだ。なおヘロデアグリッパが死んだのは西暦44年のことだ。モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなた方は救われない。割礼の問題には決着がついておらず、使徒や長老たちがエルサレムに行くことになった。永遠の聖都エルサレム。パリサイ派から回収した者は、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守らせるよう主張した。異邦人の回収は認めるけど、ユダヤ教徒になれということだね。この問題はかなり紛糾したらしい。かなり激しい議論が展開されたが、最終的にペテロの言葉が決め手になった。異邦人はユダヤ教には回収せずに、キリスト教徒になることができるようになったのである。キリスト教がユダヤ教から分離した瞬間だね。基本的にはこれにて新約聖書におけるペテロの出番は終わりだ。なお新約聖書を構成する27文書のうち、ペテロの手紙の第1と第2があるが、どちらもペテロが書いたわけではなく、ペテロが書いたように偽せられた文書である可能性が高い。いわゆるパウロ書簡のいくつかもパウロが書いたように偽せられているんだよね。1939年、ローマ教皇ピウス12世は、バチカンの地下墓所の調査を行った。その結果1世紀の人物とみられる遺体が埋葬されているのが見つかったのである。1949年、ニューヨークタイムズはこの遺体こそペテロの遺体であると報じた。ペテロはローマで死んだのかい？新約聖書において、ペテロの最後に関する記述はない。だが古来より、サンピエトロ寺院はペテロの墓の上に建てられたとする伝承が伝わっていた。ペテロが初代ローマ教皇なんだっけ？ローマカトリック教会ではそのようにみなしている。1968年、ローマ教皇パウロ6世は、
バチカンの地下より見つかった遺体がペテロであると確認されたと発表した。ペテロだったのかい？ローマカトリック教会はそのように主張している。ペテロにはある伝承が存在する。ローマ皇帝ネロによって処刑されたとする伝承だ。確かかい？一言言えるのは確かではない、ということだけだ。ローマカトリック教会は、史実を捏造したことがある。その代表がコンスタンティヌスの寄進状だ。なんかもうお馴染みだね。この文書はローマ皇帝コンスタンティヌスが西方の支配権をローマ教会に委ねたとするものだが、捏造文書だったことが判明している。そしてその捏造文書を根拠にカールの戴冠を行ったんだったね。果たしてネロによるキリスト教徒虐殺は存在したのか。この点においてはタキプスの年代記に記述がある。それによればクリスプスという人物がティベリウス帝の時代、ポンティウス・ピラプスによって処刑され、クリスプスの信奉者、と呼ばれる人々がいたことがわかる。新約聖書の内容と一致するわけか。タキプスは古代ローマの歴史家であり、その記述をキリスト教勢力が捏造したとは考えがたい。故にキリスプスと呼ばれる者が処刑されたこともネロがキリスト教徒を処刑したことも確かだろう。なおネロはキリスト教徒を人類全体への憎悪の罪を理由として処刑したようだ。その中にペテロがいた可能性はあるわけか。1905年、シェンケイビチという人物がノーベル文学賞を受賞した。この人物の代表作はクオバディスで、これは作中でペテロが放った言葉だ。どういう意味だい？どこへ行くのですか？という意味のラテン語だ。ラテン語は古代ローマの言葉だったね。ペテロ行伝という書物によれば、ペテロは迫害が激化したローマから避難しようとした際、イエスに会った。その際発した言葉がドミネ・クオバディスであったという。シェンケイビチの小説のタイトルはそれが由来であるわけだね。君が私の民を見捨てるなら、私はもう一度十字架にかけられにローマへ。ペテロはイエスの言葉を聞いて、殉教を覚悟でローマに戻ったという。そしてローマに戻ったペテロは、関係によって逆十字架にかけられ処刑されたという。逆十字架？頭を下にした十字架刑だったそうだ。キリスト教において、殉教は一つのキーワードとなる。信仰のために死ぬ、ということだね。キリスト教において殉教は崇敬される行為だった。ネロ以降もローマ皇帝によるキリスト教弾圧は続き、死者は後を絶たなかったが、初期キリスト教では殉教者を尊いものと考え、聖人、としたのだった。ペテロの行為はキリスト教的には最も崇敬される行為だったというわけだね。その後ペテロはローマに埋葬され、その墓の上にサンピエトロ寺院が建設されたという伝承が残る。ここで問題となるのがペテロ行伝の信憑性だ。どうなんだい？資料となりうるのかい？歴史という存在は常にそのことにぶち当たる。100% の精度で信用できる資料というものは、基本的には存在していない。同時代の報道や記録などを考えても、それが 100% 真実を反映しているとは言い難いだろう？どの程度真実なんだろうね。ペテロ行伝の成立は、2世紀後半頃のことだと考えられている。ご検定時代末期から危機の3世紀が始まる前までの間のことになるね。これは新約聖書が成立するよりも前のことだが、新約聖書はペテロ行伝を新約聖書に採用しなかった。そのことは大きなポイントになりそうだね。ペテロ行伝に関しては、4世紀におけるキリスト教会の有力者であるエウセビオスが、その証言の価値を否定している。総じてペテロ行伝は初期キリスト教において、重要視されていなかったことがわかる。新約聖書の史料性についてはたびたび議論になるが、ペテロ行伝に関しては、それを史料とするのは難しいだろうな。結局のところ、ペテロの最後はわからず、ローマで死んだかどうかは不明という結論になるだろう。じゃあ初代ローマ教皇というのは？歴史的に見れば伝承の域を出ない。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。